皆さんこんにちは。どうも。ソラミス株式会社の代表やっております宮沢と言います。よろしくお願いします。今日はですね、ハイパーレジャーイロハを使った技術の話というよりはユースケース中心になりますけども、そちらのお話を、させていただきたいと思います。簡単に自己紹介ですけども、前職実は電子マネーというのをやってまして、皆さんスイカとかご存知かと思うんですけども、スイカとかエディとかそういうのをやってました。で、その、もっと前はソニーでバイオってパソコンを開発したんですけども、そんなちょっと経歴を持ってますということですね。で、本も2冊ぐらい書いてますので、電子マネーと、今回の中央銀行デジタル通貨、ぜひお読みいただければと思います。で、ソラミスの会社概要です。2016年の2月に設立しまして、7年半ぐらいですねになりました。で、今全世界7カ所ぐらい、7つの国にオフィスがありまして、日本、それからカンボジアに2つぐらい会社があったり、上海とかドバイとかですね、スイスとかロサンゼルスとか、こういったところで活動しております。で、大体全世界で120人ぐらいなんですけど、ほとんど海外の人で、日本人は実は10人ぐらいしかいないです。あとは全部海外の人です。で、ハイパーレジャーイロハを活用してですね、いろいろなビジネスやってきましたけども、ここにありますように大体6つの分野ですね。デジタル通貨と言われている分野、こちらはカンボジアが世界初と言われてますが、そちらを手掛けました。また日本でも7つの都市ぐらいで今やってます。それから今日もいろいろ話し合ったデジタル ID ですね、 DID とか VC とか、こういったことを活用しておりまして、マイナンバーと連携したりしております。福井県とかで元技術席あります。保険、証券をスマートコンタクトを使った契約の自動実行とかですね、こういったこともやっております。サプライチェーンで、これトーレさん含めて、トーレさんの場合には素材のリサイクルですね、ペットボトルをまたリサイクルする、そういったことをブロックチェーンでトレサビリティの管理をしております。メタバース、NFT とか、今日お話もしますけど、クロスボーダーの送金ということでございます。で、中央銀行デジタル通貨は、いろいろな今国で検討されておりましたし、今日の WebEx でも、日銀とかいろんなところが話しておりますけども、銀行口座を持ってない人でも使えるよとか、あるいは現金の取り扱いコスト、印刷したり、輸送したり、管理したり、ATM いらなくなるよということで、大きく、決算が変わっていくかなと思っています。で、国境を越えた送金と支払い、クロスボーダーですね、これはこちらの図にありますように、先進国も新興国もみんな中央銀行が検討している一番の大きな理由がここなんですね。要は国をまたいですごくコストがかかったり時間がかかるので、これを短縮、ブロックチェーンで短縮できるというところが大きなニーズになっています。それから決済の安定性、改ざんができないとかシステム止まらないということで、今の決済の金融システムもっと安定するんじゃないかとか、自分たちの国の通貨をもっと強力にしようみたいなことがニーズになっています。で、カンボジアで、中央銀行と一緒に開発をしまして、2020年の10月に正式運用が開始されています。で、今どんな状況かというと、いろんな銀行とか決済事業者、日本でいうとペイペイとかそういった決済事業者が皆さん共通の仕組み API を使って決済をやっていると。それぞれアプリがみんな違うんですけど、この決済のところのについてはこのバコンというですね、ブロックチェーン、ハイパーレジャーイロハベースの API を全部使ってますので、全部共通があると、互換性があるということですね。で、またお店の方も、以前はああいうふうにバイ QR コードが並んだんですが、今カンボジアに行きますと、お店1種類の、QR コードに全部統一されています。で、露店とかですね、市場とか、そういうところももうあらゆるところに貼ってあって、もうほとんど 100% ですね、キャッシュレス。カンボジアに住んでる方に聞くと、もう現金も持ち歩いてないよというような世界まで進んでます。で、さらに、その下に絵がありますように、
国旗があって、タイとベトナムの国旗がありますけども、カンボジアのアプリを持ってタイに行くと、そのまま使えます。自動的にそのタイのバーツというお金に、両替されて、自動的に店に払われるので、すごい便利と。まあ、ベトナムも同じですね。逆にベトナムの人もカンボジアに来て、何の両替もしないでいいというふうな世界に今なってます。で、4番目ですけど、銀行間の手数料無料ですね。日本ですと振り込みの手数料を取られた時ありますけども、まあ、ブロックチェーンで無料になったと。それから加盟店手数料、大体日本は3%ぐらいなんですけども、0.5%に下がったということです。で、銀行口座なくても申し込めます。外国人であっても、電話番号、SIM カードさえ入手すればですね、オンラインですぐに口座が開けて、ただし、まあ、本人確認されてないので、決済の上限があるということですね。で、これが今、普及状況なんですが、まあ、3年経ちまして、ユーザー数がまあ5万、50万から850万に増えていると。一挙に爆発的に増えてまして、まあ、人口の半分の人はもう使ってます。で、あとお店の数も7000店から一挙に150万店まで増えてます。で、トランザクションの金額が日本円で2.2兆円、これはカンボジアの GDP 3.8兆円の57%に匹敵しますので、もう GDP の半分以上はですね、実はこの仕組みで動いてるということですね。で、まあ、ブロックチェーン、ハイパレジャーイロハ使っておりまして、まあ、カンボジア中央銀行が真ん中にいて、一般の銀行がいるんですけども、間接発行型っていいまして、カンボジア中央銀行が発行したデジタル通貨を一般の銀行に配布して、一般の銀行が個人とか、企業に配布するという、まあ、現金と同じようなルートで配布しています。それで、まあ、動いていると。で、さっきお話ししました、API、共通 API を持ってますので、これで金融機関のモバイルアプリ向けの API 全部同じものを使ってますと。だ全部互換性があります。クロスボーダーも接続する API も一種類になっているというところですね。で、あと、銀行オープン API という ISO の2022という国際標準を使ってますので、まあ、これでいろんな国がつながるということになっています。で、大体こんなその仕組みっていうか、つながりになってまして、青い部分ですね。青い部分が民間のシステムですね。ここはブロックチェーンではないです。で、まあ、特徴的なのは、ブロックチェーンでない仕組みとブロックチェーンの仕組みが一体に組み合わされているというところですね。ブロックチェーンの価値からブロックチェーンでないシステムに価値が移動したり、その逆も行っているということで、まあ、日本銀行なんかも検討してますけども、やっぱり通常の金融のシステムはブロックチェーンでないんで、それとブロックチェーンの仕組みをインターフェースするってことをやってます。これは、HTLC みたいな仕組みを使ってるんですけども、そういうことを行ってます。ですから、銀行がそれぞれ持っているアプリ、自分たちがデビットでやっている ABA 銀行とかクレダ銀行がやってる仕組み、それからあとは決済事業者ですね、ウィングとかトゥルーマネーとか、こういった仕組みはそのまま活かしながら、その後ろが全部こうつながってます。背骨のところでくっついてますよっていうことで、バックボーンって言ってますけども、という仕組みですね。それからあと QR コードは全部統一、これはまあ皆さんも統一しましょうってことで統一したので、だから入り口と出口が全部くっついてるので、この間で自由に資金が移動ができますと。で、銀行持ってない人とかですね、ウィング持ってない人っていうのは、バコンのアプリをダウンロードする。これは中央銀行が提供しているアプリを提供するので、これが赤い線で縦にありますけども、そういった、まあ、民間とその政府がこうハイブリッドになった仕組みということが言えると思います。で、その結果、かなりコストが下がったり、決済スピード上がったんですけども、まあ、日本の場合とか、クレジットカードの場合とかは、大体4つぐらい銀行を経由して店に来ますので、非常にコストがかかります。まあ、平均して3%がかかったり、それから大体半月ぐらい経たないと加盟店にお金振り込まれないんですけども、バコンは、利用者の銀行口座から
加盟店の銀行口座に直接振り込まれる、1回ですので、まあ、非常に早いですし、手数料も安い、それからリアルタイムですということですね。まあ、そういうふうに大きくブロックチェーンによって変わってきたということです。でこちらはあの、クロスボーダーのですね、取引ですけども、タイとかマレーシアとかベトナムとまあつながってまして、そのタイに行くとプロンプトペイっていう、まあ、普及してるんですけども、そのプロンプトペイの QR コードをカンボジアのアプリでスキャンすると、アクレダのタイの支店からカンボジアの支店に、ここでこの段階でですね、通貨が交換されます、両替されます。それで、その後ろにバフォンがつながっているので、アクレダ銀行だけじゃなくて全ての銀行とか全ての決済者、まあ、日本でいうとペイペイみたいなものも隣の国に行って支払うことができるというふうになっています。でマレーシアの方も同様に、まあ、マレーシアは送金という事例ですけども、マレーシアに出稼ぎに行って働いている人がそこから送金をすると、そうすると、まあ、国の自分のカンボジアの人がですね、銀行口座持ってなくてもいいんですね、銀行口座持ってなくてもその人に直接送ることができるということですね。ですから、ここではメイバンクというところが仲介銀行になっていますけども、メイバンクに口座が必要ではないんですね。そうでなくていいと。どこの銀行でもいいし、あるいは銀行に口座がなくてもいい。でそれはなぜかというと、バコンがそこを全部つないでいるからということになります。でちょっとビデオですね。再生が。The National Bank of Cambodia, in collaboration with the Bank of Thailand, now allows Bacon users to scan and make payments via the Thai QR codes in Thailand. For Thai users, their banking apps can also now scan KH QR codes to make payments in Cambodia, providing more convenient cross-border digital payments between Cambodia and Thailand. Just open the app, press Scan QR, verify, send, and done. Let's now do it.まあ、素晴らしいのは中央銀行同士がつながっちゃってるってことですね。なのでもう全ての決済手段が全部つながっちゃったっていう、それが素晴らしいかなと思ってます。で実はこの動きがですね、タイとかベトナム、マレーシアにとどまらなくて、まあ、カンボジアを中心としてもう上にあるインドですね、インドと今年の4月に契約締結して、インドと、まあ、タイと同じようなことをやりますよっていう、こういう契約が結ばれています。それからその下の方に中国ですね、中国は、まあ、ユニオンペイとかアリペイ、リチャードペイ有名ですけども、まあ、こちらの仕組みとも接続しますよっていうのが今月契約が締結されまして、まあ相手はブロックチェーンじゃないんですけども、ブロックチェーンじゃない仕組みとブロックチェーンをそこでつないでいくと、国境を隔ててですね、まあ、こういうことが今行われていると。でラオスとかですね、それからあとフィジーとかソロモンは中央銀行の総裁がそれぞれカンボジアに視察に行ってまして、まあ、技術的な提携をするというような契約も進みます。でもう一つはタイが台風の目になってまして、タイはここにあるようにシンガポール、インドネシア、フィリピン、ベトナムとかとですね、同じようにつないでいくと。でこれは残念ながらブロックチェーンでは全くないんですけども、まあこういうふうにそのアジアが今どんどんですね、こうボーダーレスになっている。でそのユーロみたいな共通通貨がなくても、自分の例えばカンボジアの通貨を持っていればどこの国でも使えるようになってきてるんですね。そういう世界がもう実はアジアが出来上がりつつあるっていうところですね。でそれはまあそのきっかけになったのが今回のハイパーレーシアイロハであるというふうに言えると思います。あとまあオンラインで本人確認という EKYC という仕組みを入れてまして、自分の顔をスキャンして ID カードを写真撮って AI で計算して一度計算するんですけども、まあ、こういう仕組みを入れました。でしたがってその近くに銀行の支店がない
ていうケースが多いわけですけど、それそのもうオンラインで全部口座開設ができるようになりました。まあ非常に速いスピードで、広がりつつあり、またその周辺の国を巻き込んで今広がってるんですけど、成功の要因ということでちょっとまた見てみたんですけども、やっぱり一番良かったんじゃないかなと思ってるのは、その金融機関がみんな協力してくれたんですね。で、各銀行が積極的に今加盟店を広げてます。どんどんいろんなところにもその QR コードを貼ってます。で、そうするとこれ実は銀行のメリットになるってことが分かってきたんですね。で、今まではそのお店はですね、銀行口座持ってなかったりするんですけども、まあ、そこにその QR コードを貼って、で、銀行口座を持たないとお金が入ってきませんから、じゃあ法人口座も一緒に開設しましょうということになって、どん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 その各銀行がその口座数を増やしています。で、カンボジアってもともと 20% ぐらいしか銀行口座を持っている人いなかったんですけど、今 30% に急激に増えているということで、これは大きな銀行にとってのメリットですから、で手数料も銀行入ってきますし、それからあと融資とかね、いろんな話にもつながってくるんで、この銀行すごいメリットあるじゃないっていうことになってですね、非常に積極的に今進めていると。そうなると加盟店は広がる、ユーザーの利便性は向上しという、そういう好循環ですよね。それが回ってきていると。であとローンですね、納金を買おうっていうんで、ローンとかを、資本金のローンを組むんですけども、その返済に今までは一軒一軒農家をこう回らないといけないんですね。回って現金をその返してもらったんですけども、そうじゃなくて、もうバックで返済するってことを今やってます。ですからもう農家にいちいち行かなくていいというふうになって、事業者の業務効率が劇的に変わったというふうに言われています。でユーザーにとってもものすごい利便性で、実はコロナの時期と重なったもんですから、銀行の、お金を下ろそうと思って並んでるとですね、そこにコロナが蔓延したそうなんですよ。なので、それが噂になって、もう銀行に行きたくないと、現金使いたくないってなって、一挙にキャッシュレスになりました。で、仕入れとかももう全部できるということで、いや現金いらないじゃないということになってですね、はい。であとその日本だと例えばそのペイペイの使える店とか LINE、スイカの使える店とかバラバラだと思うんですよね。でところがカンボジアは全ての店で全ての決済手段が使えます。ですから自分はペイペイで払いたいとか言う必要もないんですね。もうそこにあるQR コードをスキャンすればどのアプリでも使えちゃうので、そういう意味で非常に使い勝手が上がって、キャッシュレスがもう当たり前の、もう現金なんかもうみんな忘れてるっていう、そういう世界になってしまいました。ではさっきお話したように国内送金とか海外送金ももう簡単とワンクリックですね。実はこのバコンが入る前は、送金しようと思うと銀行に行って紙に書いて、誰々に送金しますってやって、でそれで3日ぐらいかかるんですよ。でやっと相手に届くみたいな感じだったんですけども、バコンが入ったらもう携帯からワンクリックでリアルタイムに届くというふうになりましたし、手数料も銀行送金が0円になってますから、みんな使わないわけがないって感じですよね、はい。であと今後の展望ですね、どんどんクロスボーダー拡大したいっていうのがカンボジアの今思惑で、観光事業を拡大したいとか外貨を獲得したいとか、それからあとその海外にどんどん送り出して、人材育成したいとかですね、それから輸出産業を拡大して越境決済を増やしたい、あとは行政のデジタル化とか、税金の徴収とか、いうことで透明性の向上とか犯罪とか汚職の防止をする、こういうことが今掲げられています。続いて他の国なんですけど、ラオスですね。でラオスの方は隣の国ですけども、2021年からいろいろ調査をやっておりまして、JICA という日本の政府と一緒に調査をやって、
ておりまして、今年の2月に実証実験やろうとなって、まあ、こんなセレモニーを開いてですね、実証実験を行いました。でそれがこのアプリなんですけども、まあ見たところペイペイとはあまり変わらないんですけども、裏で全部ブロックチェーンが動いているというのが大きな違いですね。まあ、QR コードを店の QR コードをスキャンすると本当に瞬時に、1秒2秒ぐらいで支払いが完了します。で、まあ、この絵にあるように下の方にバンコブザラオっていう中央銀行があって、中央銀行が一般銀行バンクレイに、デジタル通貨を発行し、それがまたユーザーに行って、ユーザーがお店で支払って、で、お店はバンク B に送るとキャッシュが載ってくると、まあ、こんな仕組みですね。こういう形です。で続いてまあカンボジア、ラオスに続いてその周辺国にも広げていこうということで、今経済産業省の予算をいただいておりまして、今年度ですね、ここでそのアジアと太陽州ですね、こちらの CBDC の検討、それから日本とつなごうと、さっき絵ではアジア中でつながってるんですけど、日本が入ってないんですね今。なのでこれは寂しいということで、日本とつなごうということで、その今検討を進めております。で、まあ、島国ですね、フィジーとかソロモンとかはやっぱり島国なんで、現金の輸送コスト、流通コストが高いです。で、銀行口座を持ってない国民も多いと。それから出稼ぎに行くんですけども、やっぱり国をまたぐ送金がコストが高いと思うんですね。それから災害の時に支援金を配ろうと思ったんですけど、現金ではとても配れないわけですね、島国ですから。ですからこういうデジタルで配るのがいいということで、非常にニーズが高いですね。で、こちらも2021年の11月から調査をずっと続けておりまして、先日2023年の4番のことですけども、23年の6月の28日から7月7日に、3カ国出張しました。フィジー、ソロモンとバヌアツで、この時は政府も内閣官房とか経済産業省も同行していただいて、それぞれ中央銀行の総裁とに面談をしてですね、いろいろこういった仕組みを広げませんかということでお話をしました。でその結果、ソロモン諸島をまずやりたいって話になって、今年の11月ですねに、もうソロモン諸島でこの CBDC の実証実験を行うということが決まりました。続けて日本の導入事例ですね。で日本は日本銀行は、CBDC やるってことは決めてませんので、はい、じゃあまず地域からやろうということで、地方自治体と一緒に今進めています。で一番最初にやったのが会津若松の会津大学というところでやりまして、2020年7月ですね。でこれがうまくいったということで、その横の福島県の磐梯町とか、それから大阪府の豊野町ですね、こちらデジタル田園都市の国家構想の予算でやりました。あと福井県とか、静岡県湖西市、和歌山市、愛媛県西条市、ここに今ハイパーレジャーイロハベースのデジタル通貨が入っています。まあ、通常 の、 その地域通貨っていうと、ブロックチェーン使ってないケースが多いんですけども、我々は、全てブロックチェーンでやってるということになります。で、あと、東レさんですね。東レさんはペットボトルをこう回収して、それを砕いてですね、繊維にして、それをまたこうシャツにリサイクルしてるんですけども、それは見える化しよう、リサイクルのトレーサビリティをやろうということで、ハイパレジェイロハを活用していただいておりまして、実はですね、EU、ヨーロッパはもう2025年ぐらいから一部、こういうブロックチェーンベースのリサイクル証明書がない繊維とか自動車の部品はもう輸入しないという方針が出てます。そういった循環型社会に対応ということで、繊維業界、自動車業界を待ったなしでですね、この、トレーサビリティの仕組みをどんどん入れているというのが今の現状です。でクロスボーダー送金のところですね。
アジアは今非常に発展してましてですね、カンボジアとかも本当に高層ビルが立ち並んだりタワーマンションがどんどんできてるんですけども、そういう非常に発展しているところに日本のさまざまな産品を輸出しようということで、このデジタル田園都市国家構想ですね、地域の自治体、地域の中小企業と今一体になって動いておりまして、これらの商品を、EC ですね、の越境 EC で、アジアに送ろうということを今準備しています。その時に決済手段がですね、実は会社の人たち意外とクレジットカード持ってない人が多いということで、じゃあどうするんだということで、じゃあこのデジタル通貨ですね、ハイパージーロハベースのデジタル通貨を活用したらいいんじゃないかというような話になりました。でこちらも3月に新聞発表させていただきましたが、プログマコインとのそのインターオペラビリティですね、ブロックチェーン間接続というのを今開発をしております。で、プログマコインはコルダーベースですので、コルダとイロハというものを IBC でつなごうということですね、ハイパーレジャーラウス UI を活用して、この接続を今開発をしております。今いろいろな今日ご紹介があったようなハイパーレジャー拡大とかですね、いろんな技術がありますので、こういった一種のブロックチェーン同士をつなぐというのはどんどん増えてくるんではないかなというふうに思っております。でこれができたらですね、その日本とその、海外とのですね、クロスボーダーの送金を、実用化しようと思っておりまして、今金融庁とも相談して、OK が出てますので、この下の下の方ですね、こういった姿を実現したいと。今現状その海外送金の場合には、4つぐらいの銀行を経由しています。なので非常にコストもかかったり送金日数もかかりますので、ここをそのステーブルコインとそのバコンのデジタル通貨というものを直接交換する、ステーブルコイン交換所というものを作って、そこで先ほどのインターオペラビリティでですね、交換をしてしまうということですね。それを今検討しております。先ほどの技術を使えばこれができると。であとはそうですね、これができると非常に、リアルタイムに送れるんではないかとか、あるいは手数料ももう激減するんではないかということで、大きなニーズがあるというふうに考えております。ですから最終的なその出来上がり図としてはカンボジアを中心として今いろんなところがつながってきているということですね。このバコン経済圏、ハイパーレジャーイロハ経済圏が出来上がってきているので、そこと日本をつなぐというふうにすれば、例えばそのタイの人が e コマースで買い物をすると、ちょっとそれがじゃあバーツからカンボジアで US ドルに変わって日本に来るというのができますので、一つカンボジアを拠点として、そこをそのハブとして、アジア中と日本のクロスボーダーの決済を実現しようということで今検討をしているところでございます。はい、ということで最後ですね、まとめですけれども、ブロックチェーン、我々も6年7年以上やってますけれども、本質的な優位性って何だろうといろんな事業者とも議論してまいりましたけれども、今の経験上ですね、ここに書いてあるような4つというのがやはり本当にブロックチェーンとして優れているところかなというふうに思っております。で、1つ目はやっぱセキュリティが非常に高いと、決済の安定性が向上する、改ざんとか二重使用とか成りすましも防止できますし、ノンストップな仕組みシステムができるというところで、ここは多くの中央銀行から評価をいただいております。で2番目ですね、長い決済遅延の短縮、さっき、いくつもの銀行を経由してくれるところが、もうそれ全部すっ飛ばしてですね、利用者と加盟店に直接やり取りをするという、現金と同じですよね、現金はそうなったわけですから、
そういったことがブロックチェーンによってできますので、それによってその加盟店手数料も平均 3% が 0.5% に低減、日本でも今 0.5% を実現しておりますけれども、こういったことができると。で、即時にお金がぐるぐる回りますし、まあ、点々流通とか企業間の決済とか、こういうところもできるので、まあ、資金繰りもどんどん改善していく、経済循環が促進されるのではないかというふうに考えております。で、3番目ですね。やはりクロスボーダーというところは、世界各国、ここは課題というふうに認識しているわけですけど、そこが解決できる大きな手段になるというふうに思っておりまして、まあ、この、まあ、今は相手の国は必ずしもブロックチェーンではないんですけども、そのカンボジアのハイパレジーイロハをハブとしてですね、いろんな国がつながってきているので、まあ、そこと連携するによって国際送金の期間とかコストが低減できそうだというところですね。はい。それから、まあ、あとサプライチェーンですね。先ほど、まあ、越境 EC という話で日本から海外に輸出するっていう話でしたけども、将来的にはその日本は海外、東南アジアでいろんな部品を作っているわけですね、まあ、自動車産業とか、そういったものを今度輸入するとき、その決済にももう当然使える。これはもう莫大な金額になりますので、まあ何兆円というお金が動くので、まあ、ここにまで発展できるとものすごく大きなビジネスになっているというふうに考えております。それからあとスマートコントラクトということで、これからまあさまざまなアセットがどんどんデジタル化したりトークン化されていくと、まあ証券だけでなくて不動産とかですね、いろんなものがトークン化小口化されていきますけれども、まあ、そういったデジタルアセットとそのデジタル通貨をアトミックスワップといいますけど、同時に交換するというのが、まあ、しやすいということがありますので、この効率化、業務の効率化とか自動化とかコスト低減に大きく寄与するのではないかなというふうに思っております。はい、以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今のセッションに内容に関して何かご質問とかありますか？あ、どうぞ。先ほどの、発表でそのこれからこうステーブルコインと連携も考えられているとおっしゃいましたけど、今までのシステムでは、なんか話聞いてた中でステーブルコインすでに利用されているかと思ってて聞いてたんですけど、なんかその話が出てきて利用しなかったんですねって思ったんですですけど、今まで どういった経緯でその送金をされているんですか？特にこうトークンとか経由とかせずにですかね。はい、そうですね、今までは例えばビットコインで送金するとかっていうのはあると思います。 で、 そうですけど、そのボラティティがありますから、その持ってるうちに値段が下がったりとか、まあ、いろんな問題があったと。でそれがこうステーブルコインになれば価値は下がらないので持ってても安心ですよね。でただ日本ではこのステーブルコインっていう法律がなかったんですよ。ですから銀行がステーブルコイン発行できないということだったんですが、この6月からうちの6月から法律が新しい法律ができて、銀行とか信託銀行とかがステーブルコインっていうのを発行できるようになりました。ここで初めてその日本の国としてステーブルコインを完全に認めたんですね。でそのステーブルコインと例えば先ほどのカンボジアのデジタル通貨、まあ、CBDC をまあ交換するということも、これも問題ないということで金融庁の了解を得てますから、はい、そういったことがこれからどんどん進んでいくというふうに思います。はい、だ今まではなんとなくアングラにやってた、アングラにそのビットコインとかでやってたんで多いと思うんですけど、やっぱりその価値が下がって困ってたと。これは今後はちゃんと法律に準拠して、政府を認めて送金ができるようになったということですね。はい、よろしいでしょうか。はい、あと他ありますか？ありがとうございます。はい、大変協力拝聴させていただきましたので、
先ほどのバコンの例とかですと、まあ、口座を銀行口座を持ってない人たちも使えますよということで、銀行のその意味っていうんですかね、存在意義とか、あとはとはいえ多分ライセンスとか、日本ですとライセンス持って運用もしてみたいなところはあると思うんですけど、そこの運用コストって誰がじゃあこう持つようになるんだろうみたいなところを、すみません、教えていただきたいです。はい、ご質問ありがとうございます。カンボジアのですね、中央銀行も方針がだんだん変わってきたんですよ。で、最初はこのバコン電子財布っていうのを全国民に配ろうとしたんですけども、そうすると銀行が反対したわけですよね。俺たちの仕事なくなっちゃうじゃないかと、どうしてくれるんだというふうなことがあって、でやっぱりその既存の金融サービスをちゃんと阻害しない、でそれはまあ、歴史があってね、作ってきたものですから、それを生かしながら、でもその銀行の壁っていうのをなくしていこうと。で、特にカンボジアの場合には他の銀行に送金しようとしてるのとすごい時間とお金がかかったんですけども、それを今回のバックボーンを作ったことによってリアルタイムで無料になってしまったと。だから銀行の壁がなくなって、銀行間が非常にスムーズに動くようになったので、みんな、あ、銀行って便利じゃないかと思うようになったんですよね。それまではなんか いちいち地点まで行かないと送金できないみたいな状況だったんで、それが一挙にこう変わってスマホでできるようになったので、あ、銀行ってこんな便利なのねっていうふうになって、銀行口座がどんどん増えてきたのがあります。はい、ですからここはやっぱりそのカンボジアの中央銀行の作戦がうまいところで、やっぱりその各銀行がまあ儲かるな、これがいいなっていうふうなシナリオに変えたんですよね。で最初全部自分たちでやろうとしたのが、それやっちゃうともうみんなからソース感になっちゃうので、そうじゃなくて自分たちはこの赤い部分、赤い下のバコン電子タイプ、これはもう本当に少なくていいです。ここはもうほとんど今、プロモーションしてません。ね、もう銀行頑張ってくださいっていうふうにして、ただ銀行がみんな儲かるなっていうふうになって、積極的にやってきたっていう、そういう経緯ですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは宮澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。